選手、イオポン選手となっております。さあ皆様、大変お待たせいたしました。それでは始めてまいりましょう。波動ファイト。まずはレッドサイド、オルカ、一番奥側、ヨネ選手、4321、真ん中、白黒選手、1135、一番手前、ヤッハル選手、4321となっております。そして火花、一番奥側、翔選手、4321、真ん中、琴選手、1135、そして一番手前、イオポン選手、5221といったステータスとなっております。ぶつかったかな。さあ、そのまま試合は続行していきます。さあシールドを前に貼っていくヤッハル選手、そしてザライフが戻ってきた。ここから琴選手も参戦していくか、少しで待ちながら、はい、残り時間は30秒を経過しようとしております。まだ0対0、ヨネ選手がライフを取っていく。翔選手のライフ取って1点、残り時間は20秒。さあここから立て直していきたい火花、自分たちのペースを守りながら両面展開。まだ白黒選手も守りの両面展開だ。ここ隙間ついていけるか火花。さあ前に出ていく、最後の1点取れるか、1点逃げ切るか、俺か逃げ切った。1対0、オルカの勝利です。おめでとうございます。